はい、短期決戦です。6月15日7時59分です。第1389回のロト6の予想の準備をしていきたいと思います。ロト6ね。とりあえずロト7から。321回、ロト7。結果ね。15、24。27、28、29、34、35、9、25。OK。おはようございます。映ってるね。声も出てるね。おはよう。おはよう、アブさん。ロト6の予想しています。いや、今から。ロト6さ、1000円は当たるんだけどね。なかなか4等が当たらないわ。321回。いや、あのね、かすってはいるんだよ。かすってはいるんだよ。かすってはいるけど、なかなかビシッと当たらないね。ロト6過去10回から傾向を見ると、1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、今後6回。ロト6過去2回と、ロト7過去2回と、ミニロト過去2回で、今後6回。1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、ボーナス数字もチェックします。で、重複をチェックします。10回中4回が9と38。10回中3回が2と4と11と15と24と32と37。10回中2回が1、3、12、19、20、25、26、28、33、35、43。今後6回。6回中4回が29、6回中3回が。それに基づいては6000万回？ 6、11、27、37。6回中2回。3、5、15、33、34。6000万回？あのね、6000万回検証でしょ？検証することによって、動画再生数が伸びるんだよ。昨日は負けたね。昨日は1000円ぐらい勝ったんじゃない？
6000万回動画が作れるんだよ。検証動画が。それだけであれだよ。価値がある。トレード収支はマイナス4000。そう。23、24、25、32、33、35、40、42、5、9、17、25、36、37。OK。7、17、22。あー。コムサは、ちょっと、不発だったかもしれないけど。まあ、下がんないからさ。うん。気長に待ちましょう。10回中4回。9、38。10回中3回。2、4、15、37。10回中3回1回ボーナス数字。11、24。10回中3回2回ボーナス数字。32。10回中2回。1、3、12、19、20、26、28、43。10回中2回1回ボーナス数字。25、33、35。米国で期待値計算した老夫婦が20億抜いたの。20億抜いたってどういうこと？ 20 億稼いだ。6回中4回。29。6回中3回。11、27。6回中3回1回回す。9、37。6回中2回。3、15、33、34。6回中2回1回ボーナス数字5。あ、持ち越した。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17、ん ?18、19、20、21、23。24、25、26、27、27、28、29、30、31、32、33、35、37、38、39、40、41、42、43。数学の天才だった。ポジの内容はね、ニュジエン S、オージー S、225S。おはようございます。例えば、123456って数字もあり得るけど、そういうのはどう思います？あんまり極端すぎるやつは、無理だよ。当てられない。23456789101920211218212324252627283343435367383。
30。うん、確率は一緒なんだけど、あんまり極端な数字は、ありがとう。あんまり極端な数字は、あれだよ。取れないよ。ずーっと買い続けないと。もし、それを取るんだったら、もしそれを取るんだったら、ずーっと買い続けないと。1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、オッケー。うん、ロトの予想がメインです。確率の意味がわからない。確率の意味がわからないんだよ。いや、可能性はあるんだけど、極端にね、そんなにね、1、2、3、4、5、6とかって、例えばだよ。前回と同じ数字が来る確率がどれぐらいあるかっていう。今のところ0%だから。本当だったら、前回と同じ数字が来る、来た、来る、来てもいいんだけど、前回と同じ数字が出たことがないから、確率は0%なんだ。だから、あんまり極端な数字は、どれも低い、そう。なんだっけ、飛んじゃったじゃないか。90。90。連想展開やってんだから、90。ここちょっと頭使うとこなの。9、10、12、15、29、37、11。前回の数字は赤で示して、で、ここが、前回集中してたところってことで。行っちゃった。こうね。こうね。それだけ当たらない無駄なことをやってる。無駄なことをやってる。こうね、前回出たところをこう、なんて、マークすると、前回出た付近をマークするとこうなるんだよ。で、出てないところが、出やすい。出てないところが出やすい。空白部分に来る。9の場合は、下一桁が9、2回出てるから、9が出る可能性もあるんだけど、極端にここ、変わらないよ。なんで朝から炎上してんだ。なんで朝から炎上してんだ。なんでコメントが走るんだよ。こんな8人しかいないのに。6人しかいないのに。6人しかいないのにコメントが走ってんの。7。7しか。期待値するの？ 9、38。2、4。11、15。24。32。37。1、3。12、19、20、25、26、28、
33、35、43。相場が荒れたから。29、9、11、27、37、35、15、33、34。20年の記載を発揮するとき、挟まれた数字。10、36。かぶっている数字。かぶっている数字。過去10回と今後6回でさらにかぶっている数字。6? うん。9。うん、11、27。37、3、5、15、33、34。3、9、11、15、33、37。今これしかないんだよ、手が。これで、なんだっけ、YouTube の視聴者数を1000人まで増やして、で、あれだよ。収益化できれば、買う金も出てくるんじゃないの？予想動画を YouTube に上げてさ、重要数字これね。収益化できれば、ロト6を買う金も出てくるでしょ。純重要数字。5、9、11、17、25、33、36、37。参考回を見て全部、参考回を全部見て目立つ数字。3、11、15、27、29。34、35、それで、並べると、3、5、9、11、15、17、25、27、29、33、36、37。これ難しいね。これ、連想展開から導き出された。これ難しいね。どうすればいいんだろう。これ難しいな。どこを取ればいいんだろうね。ここら辺来るんだよ。これだけ入れとくか。ああ、じゃあ、21、22、23、24、25、31、32、33、34、35にしとくか。さらにすると。マキ決戦、19歳マキ決戦。おはよう。それを合体させると、3、5、9、11、15、17、21、22、23、24、25、27、29、31、32、33、34、35、36、37。これで、出来上がり。次予想していきます。
はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。